ティモンサッカー日本代表の久保建英はスペイン代表のヤマルより今現在でも格上なのか。技術的に比べたら、久保のドリブルはヤマルのトリックプレイに負けてないぞ。技術的に言うと、久保のボールコントロールはヤマルよりもスムーズだと思うね。技術面では、久保のパス精度はヤマルよりも一段上だってサッカーファンは思ってるよ。技術的に見ると、久保のシュート力はヤマルに勝るものがあるんじゃない？久保のスピードとヤマルのテクニック、どっちが優れてるかはファンの永遠の議論だね。技術面では、久保の守備力もヤマルより評価されるべきだと思うよ。久保のゲームビジョンはヤマルよりも広くてクリエイティブだっていうファンも多いんだ。技術的に見たら、久保の1対1の強さはヤマルにはない特徴だね。技術的に言うと、久保のトラップはヤマルよりも正確で美しいよ。久保のフリーキック技術はヤマルを凌駕してるってサッカーファンは声を揃えているよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。